戸田協定場、戸田協定場は埼玉県戸田市にある協定場である。通称はボートレース戸田、ボートレース戸田、戸田協定場は戸田想定場の生誕にあり、想定場を含めた水面は1940年の幻の東京オリンピックのために整備されたものである。後に1964年の東京オリンピックで、 ボート競技の競技会場となった他1962年から開催が休止され、一時は当時の公営競技を取り巻く状況から再開が危ぶまれたが、1965年より再び開催されている。施行者は地元の戸田市等を含む戸田協定企業団と県庁所在地の埼玉市等を含む埼玉県都市協定組合である。 マスコットキャラクターは、ウィンビート、恋人の、ウィンク。勝利を呼ぶビーバーという意味で、ウィンビート名付けられた。実況は、オフィス系ステーションの東前秀夫、吉原館、二宮純一をメインに、ヘルプとして、野村達也を加えた計4名が担当している。以前は、北島京が担当していた。また、同然は、BS 富士の協定中継番組、 ボートレースライブ勝利へのターンにて、島崎和歌子と共に司会を担当している。テレビ埼玉では、埼玉県内の公営競技のダイジェスト番組、バッハプラザが毎日放送され、戸田協定場開催時、全県日から最終日まで、は全レースの結果と翌日の、第7レース、バッハプラザ特別、議員以下の開催のみ、最終2から3レースの出走票が放映されている。 2016年度より番組内から全ての協定枠がなくなったが2018年4月より再び戸田協定場の情報が放映されるようになった。2008年以降8月下旬の週末に行われる戸田ふるさと祭りの会場として使用されている。選手会埼玉支部も参加しペアボート市乗会やチャリティーオークションなどを行う。 ガラス張りの大きなスタンドを有し、場内には、吉野家をはじめとした、フードコートや、ゲームセンター、床屋等の施設もある。大きなイベントホールがあり、レース開催時には、頻繁に、歌謡賞や、アイドルイベントが開催され、一般戦でも優勝戦出場選手インタビューがある。また、一 a 投票所前にミニステージが設置されており、選手のトークショーや、 優勝戦出場選手インタビュー、優勝者インタビューを行っている。1回メディアギャラリーでは JLC のグッズ販売及び、戸田協定上のファンクラブ、戸田クラブジム、シルバーカードの発行を行っている。展示時及びレース時には、現在走っている、定のエンジン音を館内にも流すため、館内でも臨場感のある観戦が楽しめる。特別観覧席は、500円、1000円。 2000円の3種類の席があり、いずれもフリードリンク。開放型の休館スタンドも残されているが、2005年の耐震改修工事により、4階、5階部分が撤去された。対岸には、大型映像装置2面、三菱電機製と協定上では、唯一の三連単一、かつ表示のオッズ版がある。競技情報、オッズなどの画面は全て戸田独自のものを使用し、 レース中継では最終集会のバックストレッチで戦闘艇2位高層艇3位高層艇が字幕付きのアップで映し出される2010年3月に大型映像装置の交換が行われ24協定上で最も早く場内映像システムのデジタル化を完了した戸田のレース映像は場内すべてのモニターでフルハイビジョン放映されるほかボートピアを壁においても 専用回線によってフルハビジョンでの放映を行っている。スタンドから見て、ちょうど対岸の位置に TBS ラジオの戸田送信所があり、中波送信用のアンテナ鉄塔が立つ。このため場内のテレビは強力な電波干渉による画像異常を防止する必要があり、電磁シールドを強化した収納箱に収められ、その影響で場内テレビの画面はやや暗く見える。 場内では、周回展時、発売締め切り5分前、3分前、1分前と、発売開始。締め切りの BGM は独自のオルゴール調のものを、使用している。払い戻し金のチャイムも、メロディとなっている。締め切り1分前、発売締め切りの BGM は、それぞれ JLC の戸田単独中継時の、場外締め切り3分前、オッズ放映終了の BGM としても使われる。 埼玉県深谷市のボートピア岡部、久喜市のボートピア栗橋、山梨県甲野市のミニボートピア双葉、新潟県阿賀野市のミニボートピア阿賀野、新潟市中央区のミニボートピア新潟、北海道旭川市のボートレースチケットショップ、旭川で全競争の船券を購入することが可能である。ナイター競争の場外発売は2010年より、 オーシャンカップの3日目以降に限り行っていた2日目までと2010年の全日本選手権は本場平洋の前売り発売が2012年のモーターボート記念で初めて全日程ナイター発売を行った2011年2月より関東五協定場とボートピア岡部栗橋横浜平和島劇場との間で相互払い戻しを開始現在は 全国総合払い戻しに参加。2017年2月11日より、レース場東観覧島内に、外向け場外発売所、ウィンウィンパーク戸田がオープン。モーニングレースを含む最大8レース場96レースを発売する。ネーミングは、ファン公募で決まり、マスコットのウィン B、ウィンクの頭文字である、ウィンと戸田公園内の施設であることから、公園の英語である。 パークから取ったものである。戸田想定上の生誕を競争水面として使用している。水質は淡水で競争水面はプール。波は一年を通して穏やかである。もともとが想定上として人工的に改作された水面であるため、水面の横幅が全国の競定上の中で最も狭い。そのため、ホームストレッチ側では観客の目の前を船が通り、 船がバックストレッチ側を通っていても水面際から非常に見やすいというメリットがある。その一方でコースの幅が狭いため水面に慣れていない選手がターンマークの近くでエンストや転覆を起こすケースが散見され、抜きの醍醐味が失われるケースが見られる。2015年より出力低減モーターを導入している。水面が狭く危険であることから、 チルトは0.5度までしか上げることができない。狭いコースゆえ旋回性を重視し、ボート底面の品は多乗のものより大きい。エンジン交換は毎年7月に行っている。上述の横幅の狭さに加え、1マークを大きく、ホームストレッチ側に寄せていることもあり、1コースの一着率が低くなっている。イン逃げにはスリット胴体が条件となる。 三コース及び角位置のセンター線が目立つ、まくり水面であるが、チルト角度が最大プラス0.5までなので、六コースからの大外まくりはかなり難しい。水面は基本的には想定上のものであるため、優勝戦後はターンマークなどを撤収し、水面上に浮かんでいる想定コースとの仕切り、自走式を移動させ、想定競技者に水面を開放している。 想定の大会がある時には、協定の開催はなるべく行わず、場外発売の時には水面への立ち入りを制限する、等の措置をとっている。場外発売時も水面は開放されており、対岸の大型映像装置の前を想定が通過する、光景が見られる。ピットの後方にさ,さめ側から水を入れるための水門があるが、東京オリンピック以後水の入れ替えを行ったことはない。夏季には、 青子が発生するなど、水質の悪化が懸念されていたが、近年は埼玉県ボート協会と共同で、池町外による水質改善の研究を行っており、徐々に改善に向かっている。周年記念として、戸田プリムローズが行われている。企業杯の共産企業は固定されていない。正月には、埼玉選手権、お盆には、戸田ボート大賞という名称で、オール。 埼玉支部選手によるレースが行われている。この際埼玉県在住の選手については、出走表の現住所欄に市町村名が表記される。ゴールデンウィークには、マスコットキャラクターであるウィンビーにちなんでウィンビーカップが行われるが、こちらも半分以上が埼玉支部選手である。その他、登録15年未満の若手戦として、埼玉支部のベテラン選手であった。 加藤春二の名を冠する、加藤春二杯が行われている。加藤が、春の異名を持っていたことから、加藤の引退以前は、早草杯として行われていた。議員以下の全日程で、第二レースは、ウィンウィン二、第七レースは、ウィンウィン七と称して、本命レースが行われている。一号艇もしくは四号艇は、初日の戸田選抜もしくはそれに相当する選手。 二から六号艇は B 級選手、そのうち実力、気力で上位の選手が一人か二人の対戦。2004年は埼玉国体の想定会場として水面を利用するため大きな競争、レースは行わなかった。焦点レースのタイトルは以下の通り、第54回ボートレースクラシック2019年3月16日から3月21日。 鉄道利用の場合、下記4駅からそれぞれ無料送迎バスを利用できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。